本日の BO1 お疲れちゃんです。ラットですね。今回私は BO1 やっていくんですけど、今日は BO1 もうやりました。やってまあ言ったらリプレイの方を見る感じになるんですけど、普通に実写で撮ったんですけど、あの声が入ってなかったっていうので、まあその結果をですね、まあ、見ていく感じになります。ということで、まあ、リプレイです。てか今日はですね、翔ちゃんですね、と今グローバル3位、やばこの方ですね、やべえな。普通にもうめちゃくちゃうまい方で、ジャイさん重視使いなんですね。ジャイさん重視がマジで世界一多分うまいであろう方でございます。ということで、この翔ちゃんとした試合をですね、一本見せたいなと思います。はい、というわけで、翔さんはあの得意なジャイさん自主的っぽいですね。で、自分はあのトルネーロケットポイズンの代役を使っています。で、リプレイなんで、もしかして言ってることとなんかしてることが全然違うかもですが、そこは把握お願いします。まあ、1本置かれたんで、これはロケットを打っていきますね。で、後ろから三種展開されて、これはトルネードでまとめたかったんですけど、トルネ持ってなくて、持ってなくてというか準備してなくてできませんでしたね。でもこれは三種2体を多分バルキリーで処理で、それでまあテストで延命ですね。でもこのマスケがめちゃくちゃ痛い、このマスケがめちゃくちゃ痛かったですね。まあまあまあ、ディガー飛ばしてこいつの打たない、はいはいはい、打ちましたね。ポイズン削りをしつつ、またエリポンが置かれたらそこにロケットかな、はいはいはい、ちょっとあれですね、風呂上がりなんで髪がちょいと濡れてます。でここは刺し固め用にトルネード準備してたんですけど、それがジャイ展開してきたんで、まあとりあえずテストラで、アイスウィズ置いてトルネード固めて、ここはポイズンボーイですね。で、ここはウッドを裂いて突進が、いやーこれやばい、コジョババがテスラの方に来なかったです。でも、まあ、アイスウィズでなんとか防衛、いやー怖いですね。ジェイサーシワンチャンがあるっていうか、一気に持ってかれる可能性があるんで、ポイズン打ってこのアイスウィズ入るのがでかい。これ一発二発で、アイス一発言うて70ぐらいですけど、この70がめちゃくちゃでかいですね。でこれはノックバックしつつバルキリーで30周処理で、コウモリは多少受けますけど、なんとかですね。ここはディガー飛ばして、まあ防衛されますけど、まあ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 、いやーめちゃくちゃギリギリさ。でここをまとめる、まとめてこのロケット防衛かな、ポイズンはガゴムレやり取ってきたりですね。でここガゴムレ来たんで、まあポイズンで、ここのコジョババは美味しい、ここは美味しい。でコウモリもターゲット取ってるんで防衛で、相手はここで絶対ギャング防衛してくると思ったんで、まあウッドですね、リガープラスの読みウッドでやったんですけど、ジャイ受けされて、まあ、それほど入らなかったですけど、まあまあ相手がうまいですね。その間にバルキリーが逆サイめちゃくちゃ入ってるっていう。でここはロケット防衛ですね。
丁寧、丁寧ですね、自分。で、ここも仏塔からのバルキリーで、いやー、さあどっちが勝つのか、まあ自分はもちろん知ってますけど、このジャイを防衛しつつギャングウッドで処理して、いやもう普通に考えたらもうガンメタやみたいな、なんでこんなんで圧勝できんのみたいな思うんですけど、いやーそれはですね、やっぱうまいですよね。もうここはもうロケットクラスのリガープズで、もう本当にただのスペル削りですけどね。ということで今回翔ちゃんとフレバト一戦ビオマンですね、やらせていただいて、今回は無事勝利という形になりまして、はい、というわけでですね、以上になります。で、翔ちゃんのツイッターとかもリンクに貼っておくんで、よければフォローとかもしてあげてください。あとチャンネル登録もよろしくお願いします。ではバイバイ。